ワイテック総合サービスです。水素と炭酸のお風呂ですね。今回は炭酸と水素両方入れたハイブリッド線っていうのを出してます。通常だと単独っていうのが多いんですけど、今回は両方ですね、楽しんでいただけるようにってことで開発してます。機械としては操作も見た目はアナログなんですけども、 IoT 技術使ってまして、遠隔で操作とか今回はつけて PR として展示させていただいてます。炭酸とか水素の効果っていうのは、水素だと単純に体の酸化防止ですね。炭酸ですと結構促進とか特化してますので、医療に役立つんであればぜひ活用していただければと思いますので、以上となります。